MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国、ジェネラル・モーターズ、GM といえば、労働争議の絶えない企業として有名で、米国のジェネラル・モーターズ、GM の子会社です。最近では、韓国 GM のカハー・カゼム CEO が、誰が、韓国で CEO をやりたがるかという発言をして話題となりました。また、このカゼム CEO は、韓国の検察に起訴されて出国禁止となっていますが、韓国 GM が、韓国の国策銀行である韓国産業銀行の要請を2度にわたって無視したと、韓国紙朝鮮日報に10月16日付で報じられていました。記事の内容は、10月16日、国民の力ユン・ズヒョン議員が韓国産業銀行から提出を受けた資料によると、韓国産業銀行は2019年10月、韓国 GM に2018年税務調査資料を要請したが断られた。今年2月に韓国産業銀行は韓国 GM に再度資料を要求したが、まだ受け取っていないと記されていました。韓国産業銀行がなぜ韓国 GM に資料を出せと言っているかというと、米国本社から部品を高く買って完成車を安く渡すという方法で利益を出しているという疑惑があり、これを調査したいというわけです。当然、利益は米国本社に送られます。このような手法は移転価格の問題となり、税金に絡んできます。つまり、韓国 GM は米国本社に韓国からすれば不当に利益を送っているというのです。それで、この調査のための資料を要請したが断られたと嘆いているわけです。しかし、2018年に韓国政府と GM 本社は韓国 GM の再建で合意し、韓国産業銀行はおよそ8100億ウォンの公的資金を投入しました。これは、いわば、韓国から撤退したがっていた GM を引き止めるために出したようなものです。ですが、韓国 GM は6年連続の最終赤字となっています。しかし、韓国政府にしてみれば、公的資金を8100億ウォン投入したにもかかわらず、税務調査資料の提出を拒むとは何事ぞと捉えているようです。とは言っても、韓国 GM のカハー・カゼム CEO は、自身が、韓国の検察に起訴されて出国禁止という措置を取られていては、韓国政府に対して好感情など持つはずもなく、輸出入銀行の要請など断っても不思議ではないですね。韓国紙中央日報は、10月27日付で、韓国 GM 協力企業、どうか助けて、労組の残業拒否撤回を要求と題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。韓国 GM 労働組合が23日に残業と特別勤務拒否に突入した中で、協力企業が生産中断が続く場合倒産しかねないとして賃金・団体交渉の早期終了を要求した。韓国 GM 協力企業の団体である韓国 GM 共進会は28日に立場文を出し、韓国 GM の賃金・団体協約交渉問題が早期に終了しなければ流動性が弱い協力企業は倒産に直面する最悪の事態を迎えかねないと明らかにした。共進会は、政府が数回にわたり自動車協力企業を金融支援案を発表したが、資金は必要な企業には支援されなかった。多くの企業が支援を諦め、自主的に資金を調達して耐えている非常に不安な状態と主張した。続けて、今の協力企業の状況を見れば、1日2日の生産中断も発生してはならないと強調した。協力企業も、韓国 GM の下半期生産計画に合わせて、投資と人員を投じたが、生産が中断されれば、そうでなくても、上半期に新型コロナウイルスで大きな損失を出しているのに、会社運営が不可能な企業が続出するという話だ。新型コロナウイルスの影響で、韓国 GM は、上半期の生産計画を 30% 減らした。すでに流動性危機に陥っている協力企業も多い。韓国 GM の協力企業は2976社、従業員は13万人に達する。
韓国 GM 労組は、上級団体である民主労総金属労組の指針に従い、月基本給12,304ウォン引き上げと、通常賃金 400% に600万ウォンを加えた成果給支給を要求している。だが、会社側は、経営難に新型コロナ流行まで重なり難色を示している。韓国 GM の6年間の累積赤字は3兆ウォンに達する。また、新型コロナで9月までの販売台数は前年同期より 12.9% 減った。韓国 GM 労組は22日に19回目の交渉が決裂した後、平日の1時間追加残業と週末の特別勤務8時間などを拒否することに決めた。また、23日の賃金団体交渉報告大会に組合員を4時間ずつ参加させて操業時間を減らした。勤務時間短縮という部分スト形式で会社を圧迫したものだ。会社側は、労組のこうした争議行為により、1700台以上の追加生産支障が発生すると懸念している。会社側は、21日の18回目の交渉で、コロナ危機克服激励金50万ウォン、年末に、業績が損益分岐点を超えれば、来年の成果給30万ウォン追加支給とともに、プピョン第1工場の設備に約2150億ウォンを投資すると労組に提案した。賃金交渉周期を2年にするよう求め、従来提示していた成果給470万ウォンと合わせ550万ウォンを払うと提案した。労使は27日午後に20回目の交渉を実施したが膠着状態に陥った。いや、本当、労組がやっていることはむちゃくちゃですね。これで GM が韓国から撤退すると表明したら、労組は一体どうするつもりなんでしょうか。それとも撤退は絶対にありえないと思い込んでいるのか。それに協力企業が倒産すれば自動車生産に支障をきたし、完成車が作れなくなることも理解していませんね。なんだかこの記事を読んでいると関西生コンを思い出しますよ。それにしても韓国から各国の企業が撤退するのもうなずけますね。働けるだけありがたいと思えないんでしょうか。まあなんだかんだと言っても、韓国 GM は6年間の累積赤字が3兆ウォンに達していては、普通なら賃上げなど不可能でしょう。労使交渉がこれ以上長引くようであれば、GM は撤退するしか選択肢はないでしょう。これでまた失業者が大幅増という事態に陥りますね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組をご支援してくださるメンバーも募集しておりますので、ご参加していただけると幸いです。コメントや高評価もぜひお願いいたします。